いや皆さん雨の中本当にすいません。これだけ多くの皆さんにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。まあ、日本維新の会代表としてまた大阪市長としてですね、今日は皆さんにどうしても言いたいことを訴えかけたいこと、それを言いにですねこちらに伺わさせてもらいました。まず日本維新の会は、まあ、日本維新の会はというよりも日本維新の会だけが選挙で有利不利を考えずに日本で本当に必要な改革をやりきることができる、これは日本維新の会しかありません。他の政党はみんなこれを言ったら選挙で不利になるかな有利になるかな、特にね皆さん選挙で不利になるようなこと今どの政党も全部隠しています。こんなの隠し玉選挙ですよ。日本維新の会は選挙で不利になるかもわからない、でも皆さんにどうしても審判を仰がなければいけないことをしっかり出していく、これが日本維新の会のスタイルです。2つ目は自民党を独り勝ちさせてしまえばまた緊張感のない政治へ逆戻りです。皆さん政治にはね緊張感が絶対に必要なんです。日本維新の会自民党の対抗勢力としてぜひ皆さんにね根付かせてもらいたい、作り上げてもらいたいんです。そして3つ目、日本維新の会は日本でも特殊な政党です。何が特殊かと言いますとね、他の政党は自民党もそうです、民主党もそうですよ、みんなの党もそうですけどもね、みんな改革改革って言ってますけど自分たちの政党の改革はやらない。国会議員がいて都議会議員がいて市町村議員がいる、国会議員と地方議員は上下の関係に立つんですね。ところが日本維新の会はね皆さん都議会議員も市議会議員も国会議員も同じような立場で政治をやるという、まさに明治以来戦後以来初めての政治のスタイルをやってるのが日本維新の会なんです。この3点について皆さんに少しお時間を頂戴しまして説明をさせていただきたいと思っています。まずは改革政党としての日本維新の会です。選挙で有利になる不利になるは考えません。今やらなければいけないこと、皆さんにもしかするとお叱りを受けること、そのようなことでもやらなければいけないことは言います、やりきります。まあ、僕の慰安婦問題に関する発言に慰安婦問題についての発言に関してはいろいろ批判はあります。僕は知事以来、知事を3年8ヶ月やって今市長を1年ちょっとやりましたが、この間大阪府内に限らず全国でも批判ばっかり受けてきました。今回は日本国内飛び越えて世界からも批判受けてますけどもね、僕はやっぱりこれは言わなければいけないし皆さんに知っておいてもらいたいから僕はあのような発言をしました。ぜひ皆さんにご理解をいただきたいのは、メディアは当然一部だけをね報道しますからね、それは僕の責任でもあるんですけど、僕は慰安婦の問題を未だかつて一度たりとも肯定をしたこともないし、それが今必要だなんていうことも思っていません。ただ皆さんね、過去の歴史を振り返ってみれば、歴史的な事実としてですよ、歴史的な事実として日本もアメリカもイギリスもドイツもフランスも、そして第二次世界大戦以後は朝鮮戦争において、ベトナム戦争においては韓国軍もみんな女性を戦地で利用していたんです。これはあってはならないことですよ。だから二度とこのようなことは繰り返してはなりません。しかしね皆さん、僕は日本の慰安婦の利用、日本兵の慰安婦の利用、これを正当化するつもりはありませんけど、今世界でどういうふうに言われているか、日本だけが特別なことをやった、しかもですよ、今の慰安婦問題は日本人の認識とは違うんです。世界ではね、
この慰安婦の利用っていうのは、あのナチスドイツの集団虐殺、ユダヤ人集団虐殺、ホロコーストと同じように扱われてるんですよ。僕はね、やっぱり過去の戦争について過ちは認めるところは認めて、反省すべきところは反省すべきだと思っていますが、それでもね、我が日本国が不当に侮辱されるんであれば、それに対して事実は違うと言わなければいけないと思ってるんです。慰安婦を正当化しようとは思っていませんし、そこで大変な苦難を味わわれたことに関しては、我々は過ちを認めて反省もしなければいけない。ただ世界各国が日本だけを取り上げて、自分たちの軍隊だって戦地でね、女性を利用していた、人権蹂躙をやっていた。アメリカ兵だってそうですよ。ところがそういうことは一切触れずに日本だけを非難してくるっていうのはね、僕はやっぱりね、今日子供たち来てもらってますけどもね、それはこの子供たちがまたそういうこと言われると思ったら、ちょっと待てと、それは異議を出させてもらう、それを言わさせてもらいたかったんです。だから僕は慰安婦を認めたわけでもないし、正当化するつもりもないけれど、しかし世界が認識しているその事実、世界の認識は違いますよということを言ったんです。この僕の主張はね、実は自民党の国会議員みんな言ってたんですよ。もっとひどかった、自民党の国会議員の中には、もっと言えば今の安倍政権の現役の閣僚の中には、慰安婦問題についてあれは悪くはなかったんだって言ってる人たちもたくさんいたんですよ。僕の発言についてね、すぐにあれは女性差別だって言ったね、安倍政権の閣僚なんか、新聞の中ではね、当時は合法だったんだから仕方なかったじゃないかなって言ってる、そんな自民党の国会議員だっているわけなんです。僕はね、当時合法かどうかとかは別として、やっぱり戦地での女性の利用の問題、これはダメ、アフリカでも今ひどい問題になってるんです。だから二度とこのような過ちを繰り返しちゃいけないけれど、それだったらね、日本だけを責めるんじゃなくて自分たちの軍のことも考えろよということを言ったんですね。まあそれに対してはね、世界各国から批判を受けまして、それは一番言われたくないことですから、日本はね、ある意味敗戦国としていろんな事実全部暴かれました。反省しろ、こんな過ちを、これはもう大変なことだ、反省しろ言われ続けてますから、しっかりと過去のことを認識しています。しかしね、戦勝国の方はそのような戦地でのいろんな問題については全部蓋をしてしまってるんです。だから僕はね、女性の人権を大切にするって言うんだったら、これは日本国内の問題だけじゃなくて、世界各国に対しても女性の人権を侵害するようなことがあれば、それをしっかり指摘をしなさい、しっかり指摘をすべきだということで声を上げたんですが、まあいろんなところで批判を受けました。そしたらね、自民党の国会議員、あれだけ威勢の良かった人たちもみんな黙ってしまいまして、僕はね、こんな政治家に本当の改革ができるのか本当に疑問です。言うべきことを言わずして、相手が強いからといって黙ってしまう、こんなのはね、選挙前になったら票を持っている団体に対して何も言えなくなってしまうことと同じです。相手がだから批判を受けるからといって黙ってるんだったら、こんなのは政治でも何でもありませんよ。今安倍政権はまあ一見すると順調にいってるところ、まあそれは皆さん、国民の皆さんが感じてるんでしょうね。機動的な財政出動、まあいろんな公共工事をやります。それから日銀問題でも大胆な金融緩和、大量にお札をする、ここまではね、僕らもそれは賛成します。僕らもそれを言っていました。これどういうことかと言いますとね、今不景気、不況です。このような時にはね、日本国内にお金をいっぱいね、こうばらまいていく、お金を増やす、お金の量を増やすということ、こういうことが必要だ、そのように僕らも考えてるんです。まあお金っていうのはね、
人間で言えば血液に当たるもの、今血液を増やさなきゃいけない状況だから、公共工場を増やしたりね、それから日銀のお金をすらすっていうのは、まあそこまではわかるんです。しかし皆さんね、次が重要なんですよ。そこまではある意味誰だってできるんです。お金の量を増やすのは誰も文句言いませんから。さあ次ですよ皆さん。人間の体でも考えてみてください。血液だけが増えてね、健康になれますか？違うんです。血管の中、ここをきれいにしなきゃいけない。今の日本の社会システムはね、血管の目詰まり状態なんです。血液が流れない。だからどれだけお金を吸っても、公共工事でお金を増やしても、皆さん景気が良くなったという実感がありますか？自分のところに自分の所得が増えたという実感がありますか？ないんです。お金だけが増えてね、一部の人たちがそれ株の売買を繰り返して儲けてるだけなんです。だからね、アベノミクスの第三の矢が一番重要で、これをやりきるのが本来の政治なんです。まさに日本のこのシステム、日本の社会システム、まあ既得権にがんじがらめに絡め取られてね、一部の人たちだけにお金が回るような仕組みになってるんです。公務員組織もそう、いろんな業界団体の組織もそう、自分たちのところにお金を貯め込むような仕組みをね、ここを打破して打ち破って、国民の一人、皆さん一人一人のところにね、お金が巡るような、そういう改革をね、断行しなければいけない。これがアベノミクスで一番重要なところなんですが、残念ながら安倍政権そこを打ち出すことができませんでした。ですから見てください、先日自民党安倍政権が出した成長戦略、日本を成長させますよという成長戦略を出した途端に株価は急落。今やあの4月のあの一時の勢い、もうあのような勢いはなくなって、日銀がね、新しい黒田新総裁が大胆な金融緩和をやりますよと発表したあの時点にまで株価は元に戻ってるんです。国民の皆さんは賢いですよ。ああ、こんな成長戦略ではやっぱり日本はダメだな、感じたんでしょうね。なぜ政治家が大胆な改革を打ち出せないのか。先ほども言いました、僕らね、政治家っていうのは選挙で選ばれる立場ですから、選挙で選ばれるかどうか、これは全ては皆さんの票によるんです。票を集めることができなければ落選する、落選したらただの人だから、みんな当選するために必死に票を集めるんですよ。その時にね、票をたくさん持ってる団体、いわゆる既得権、こういうところの言うことを聞く、こういうところに対して嫌がられるようなことをしない、既得権を持ってる団体に反対されるようなことはしないっていうのが普通の政治家だから、改革なんてできないんです。例えばですよ皆さん、農業改革なんていうことはもう20年も言われてる。日本を成長させるためには農業を成長させなきゃいけない。ところが皆さん、20年言い続けて本当に農業、日本の農業伸びてますか？伸びてませんよ。政治家が言うことっていうのはね、農家に補助金を出すこと、そればっかりなんです。農業を本当に伸ばそうと思えば、これ皆さんも多分お分かりだと思う、何が必要なのか。農業協同組合の大改革が必要なんです。農協改革です。これどの政治家も一言も口にしません。だって皆さんね、東京電力管内にお住まいの皆さん、電力会社のね、あの一社独占体制の生ぬるい経営でね、こんだけ悲惨な目に遭ってしまった。関西も同じですよ。一社独占体制なんていうのが一番良くない、緊張感ないですから。今の農業協同組合はそのような状態なんです。一社独占体制が守られてるんです。僕は農協全て悪いとは言いません。しかしね、新規参入を認めなければ活性化なんかありません。農協にね、新しいそのような団体が入ってくる、そのような今ある壁を取っ払って、ね、
農業協同組合にも切磋琢磨してもらわなきゃいけない。そうすればね、農家の皆さんが本当に必要なサービスを、そういう農業協同組合の団体が一生懸命に提供しようとするんです。競争がないところにね、サービスの向上なんかありませんよ、成長なんかありませんよ。しかしね、自民党も民主党も絶対に言えません。なぜか農業協同組合ものすごい票を持ってるんです。だから政治家は言えないんですね。医療保険改革待ったなしですよ。今の医療給付費30兆円、そのうちの 75% が高齢者の方々の医療給付費とも言われています。医療保険の改革待ったなしにやらなきゃいけません。これは保険診療と自由診療の組み合わせ、まさに混合診療というものを認めるかどうかです。しかしこれも今回自民党の皆さんは成長戦略に入れておりません。なぜか医師会が反対するからです。観光客をね、2030年までに3000万人まで増やすらしいです。しかし本当にね、そんな日本国内に外国人観光客どんどん来てくれるんですかね。こんなことはもう10年前から言われてるんですよ。ビジットジャパンなんていうのは小泉政権の時から言われています。やらなきゃいけないことがあるんですよ。何か、カジノ解禁なんです。何もね、カジノっていうのは昔のね、賭場場みたいなあんなものを作るっていうんじゃないんです。シンガポールとかね、ああいうところでやってるようないわゆるリゾート地、大規模なショッピング街やね、いろんなその博物館美術館と合わせてほんの少しカジノを入れる。これによってね、雇用が生まれるし、外国人観光客も増える。我が日本維新の会はこれをずっと言っています。今回ももう法案も提出しました。ところが自民党は言えませんね。なぜか PTA とかね、教育団体が反対するからです。選挙の前でそんなこと言うと票が入らないから、だから言わないんですよ。まあね、何から何まで全て選挙を意識して、選挙で不利になるようなことは言わないっていうのが今の政治になってる。ところが僕らはね、あえて不利になるようなことであったとしても、賛否両論があるようなことになればなるほどね、選挙の前に全部出そうというのが日本維新の会です。それでダメだと言われれば仕方がない。その代わりそれで支持をしてくれればね、改革が進むんです。ですからこの慰安婦問題も含め、僕はこれはね、外国に対してやっぱり異議を申し立てました。あとはまあ国民の皆さんがどう判断するかですけど、それから混合診療の問題も、農業改革、観光戦略におけるカジノ解禁にしても、もっと言えば公務員のね、政治活動の禁止、これも今地方公務員は政治活動は自由にできるようになっている。これは大阪で条例作って制限かけました。このようなことも賛否両論あることに関しては全て選挙前に出そうと思っているんです。これは日本維新の会しかできません。なぜかといえばね、日本維新の会はいろんな団体からの応援一切受けてないからです。皆さんのような本当に普通に暮らしている皆さんのようなね、一般の有権者の皆さんからの応援しか受けていないから、ここに気を使ってこれは言わないでおこう、これを言ったら票が入らないな、そういうことは一切気にしないのが我々日本維新の会なんです。ですからね、今の自民党の勢いにこれに対抗して一つそのような改革勢力をしっかり作っておかないと、自民党がね、このまま独り勝ちしてしまったら絶対に緊張感が緩みますよ。僕は皆さんにもう一度思い起こしてもらいたいのは、わずか3年前、4年前、民主党の政権交代前、どういう状態だったですか。1955年のあの自民党社会党、いわゆる55年体制ができて、それからずっと自民党政権が続いてきた。そしたら当然緊張感がなくなるのは当たり前じゃないですか。だから皆さんはわずか3年前4年前に自民党にノーを突きつけて民主党にしたんでしょ。もちろん民主党の政権運営も不十分でした。ところがね、皆さん、今自民党が調子がいいと言っても、これは次また選挙で落とされたら大変だという、そういう緊張感があるから今自民党もギリギリ頑張ってるところがあるんです。不利になることはやっぱり隠す。これだったらね、自民党が勝ってしまったら
あの3年前、4年前と同じ状況になりますよ。ちょっと前、TPP というね、外国との自由貿易の協定、あれ自民党の中で猛反対があった。安倍首相はなんとか一つ一つ手順を踏んでね、今交渉参加をやった。あれは英断だと思います。でもなぜあれ自民党でできたかといえば、僕らが TPP 賛成だ賛成だと言ってた。そしたらね、あれ交渉参加反対ってなったら、選挙でひっくり返る可能性、選挙で自民党がノーと言われる可能性があったから、だから安倍首相は一生懸命になってアメリカと交渉したんです。政治には緊張感が必要ですよ。また55年体制に戻したら一緒ですよ。自民党を独り勝ちさせてはなりません。そういう意味でね、皆さんの力で本当に改革をやれる、まあ我が日本維新の会は僕はその本当に改革をやれる政党だと思ってますけど、自民党に対抗できる政党をしっかり作っていただきたいんです。そして最後に、この日本維新の会の特殊な性格についてお話をさせてもらいます。我々はね、日本維新の会代表は僕と石原代表です。僕は国会議員じゃありません。大阪市長です。そして政党の幹事長、松井幹事長は大阪府知事なんです。こんな政党は明治維新以来、もっと言えば戦後でも初めてですよ。日本維新の会は大阪府議会と大阪市議会と国会議員が同じ立場なんですよ。上下の関係はありません。日本維新の会の役員には大阪府議会の議員が2名入っております。こんな政党ないですよ。だから大阪のいろんな主張、これがダイレクトに国会に行って法律の改正をやっていくわけなんです。いろんな提言をやっていくわけなんです。皆さん、地方分権という言葉はどこかで耳にしたことがあるかもしれません。1868年明治維新が起きて今に至るまで140年間我が日本国は中央集権体制でやってきたんです。霞が関や永田町で日本の隅々まで全てを支配する、これがね、近代国家日本を作る時にはそのようなやり方がある意味重要だったんです。しかし今の時代は違いますよ。今日本が強いのか東京が強いのか、どちらが強いのかと言われれば、これは明らかです。東京が強いんです。僕は大阪市長として、大阪府知事としてね、本当に西の方から東を見て羨ましかったですけど、東京っていうのはものすごい都市ですよ。世界でも一番です。今松井知事がニューヨーク行ってますけど、僕はニューヨーク以上だと思いますね。これだけの安全、これだけ綺麗な街並み、これだけの環境、それでいてこれだけの教育水準、それにしてこれだけの経済、こんな大都市はありません。僕はね、悔しいけれども今大阪で大阪都構想というものをやってるんです。大阪府と大阪市を合わせてね、大阪都を作るなんてことをやってます。皆さんもうすでに東京都なんですよ。もうすでに都、羨ましい。世界のね、上海やソウル、バンコク、パリやロンドン、ニューヨーク、こういうところとね、競争して勝てる立場にあるんです。何も霞が関やね、永田町にああだのこうだの言われる必要ないんですよ。僕はこれからの時代、国と国が競争する時代ではないと思ってます。世界はね、都市間競争、都市と都市の争いです。オリンピックの招致合戦も見てください。国と国の争いではありません。都市と都市の争いになるんです。そういう時に中央集権体制の140年前から続いてるね、日本のこの今の国の形を維持するなんて、こんな馬鹿げたことはありません。そういう意味で我々日本維新の会はもともとは大阪維新の会からスタートしました。大阪府議会、大阪市議会、大阪府知事、大阪市長、もっと言えば最初は6人からスタートしたんです。大阪府議6人と知事である僕、
ここからスタートして、お金がない中にね、ポケットマネー1人1万円、あの頃は代表である僕は5万円取られてました、月に。今もうね、大阪市長の給料下げちゃったもんですから家計が苦しくなってね、会費も2万円まで落としてもらいましたけど、それでもね、そこからスタートして大阪の地方議員が中心となった政党、これが日本維新の会なんです。今や国会議員が50名を超えました。しかしね、この日本維新の会の精神はね、いまだ何ら変わることはありません。国が中心となって、永田町や霞が関が中心となって国を動かすんじゃないんです。地域が国を動かす、このような政治をやりたいというのが日本維新の会です。政治に必要なのは選挙で有利になることばっかり言う政治家ではありません。不利になることも言う、皆さんに負担も求める、その代わり公務員改革もやる、断固改革をやり抜く、そして自民党を独り勝ちさせない、必ずバランスを取るような政治状況にする、そして一番は地域から日本の国の形を変えていく。今までのこの中央集権体制、全部霞が関で決めてきたね、日本の国の在り方を皆さんの手で一度ひっくり返してください。東京都が中心になる、大都市が中心になる、地域が中心になる、そのような新しい政治を目指していきたいと思いますので、本当に長い間ありがとうございました。ありがとうございました。橋本徹代表の応援演説、皆様ご清聴いただきましてありがとうございました。雨の中たくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。感謝です。